ムカデエビズナは海底洞窟に生息するホラーな生物の一つ、ムカデエビと総称される甲殻類の分類群である。和名に現れるようにムカデのような細長い姿をしているが、エビではない。生体面に謎が多く独占を持ち、体に恐怖の区分がないという甲殻類として得意な形態を持つ。その系統分類学上の位置づけに多くの議論が繰り広げられ、 特に反甲核類説においては昆虫などとの類縁関係が注目される分類群である。約30種が知られ、基地の化石種記録はおよそ3億2000万年前の石炭気候期まで遡るが、4億8000万年前のオルドビス期に及ぶほど早期な起源にあるとされる。原生種はすべてムカデビメに分類される。ラテン語で貝のような足を意味する学名、レミペジアは、 貝のような形を持つ動詞にちなんで名付けられた。ムカデエビの一種スピーリアネクッツタニアマックス。ニサ型の第一触角と同期的な胴部が映る。アスタリスク記号は生殖光を持つ体節を示す。体長は15ミリメートルから45ミリメートル。無色透明で体は東胸部とムカデのように細長い胴部に分かれる。付属詞として頭部には触角と発達した。 後期、胴部には、貝のような遊泳用の動詞が並んでいる。化石、ムカデエビルイテスンソカースゴールディッチの化石。頭部前方の体になる丸い構造は、目と考えられる。スピーリアネクッツタニヤマックスの第一、触角一般化されるムカデエビの頭部と、頭部前端数節の背面と覆面の構造。東胸部は、先節と第一から五体節でできている、元の頭部が、 直後の元の第一動説という合したものであり、その背面は一枚の頭立てに覆われるが、多くの甲殻類に見られる幅広い廃坑をなしていない。なお、この部分はしばしばこうして、東京部と呼ばれるものの、ムカデエビの体制には、元から、京部というの区分はなく、英語の文献記載でもこの東京部全体を、セフファローンと呼ぶのが一般的である。原生種に目はないが、 東京部の前端に複眼を持つと考えられる化石種はある。東京部は前端の元に1体の額糸という短い付属紙のような構造体があり主幹部であるメインフィリメンツとそれに付属した枝のようなアクセソアブランチーズという2パーツからなる。額糸の直後は2体の2下型の触角が備わる。第一触角は間隔網を持つ基部から2本の細い枝に分かれ、 そのうち上側の枝は長く、下側の枝はやや短く、いずれも途中は複数の節に分かれている。第二触角はかなり短く、分節のない養生の外詩と湾曲した三施設を持つ内詩からなる。触角に続けて後期があり、一枚の上唇に覆われる一体の大顎、及び第一小学、第二小学、顎足という三体の把握型の付属詩からなる。 後期の付属詞はいずれも短盟田型で、大顎に大顎ひげはなく、第1小額は先端が牙状で、独占の開口部がある。第1と第2小額は7施設からなり、基部は噛み合わせた数本の内刃がある。顎足は九施設からなり、元の第1動説に由来とされるが、頭部由来の第2小額に似通う形態を持ち、いずれも先端の爪には、 複雑な配置になる棘、剛毛、昇降などの構造が集約している。第一、第二小額と、顎足は、付け根から先端まで、基部をなす。プロクセメルセグマンツ、上腕のような、ラサータス、前腕のような、ブラッケムという三部として対別され、ラサータスとブラッケムの接続部にあたる、肘のような部分は、エルボーと呼ばれる。その構成は次の通り。 一般化されるムカデエビの胴部口単数節と肛門節及び生殖口を持つ同士の構造。胴部は細長く、微端の肛門節を除いて最小16動節、最多42動節の大節からなる。大切に胸部と腹部への分化は見られず、ほぼ同じものの繰り返しである。大切に応じて背面は左右がやや張り出した背板と、 覆面は腹板とその後方に、スターネルバーズという左右が同詞につながった細い外骨格が並んでいる。同説には、それぞれ一体の貝のような形をした同詞が両側に備わる。同詞は、基部の施設から、それぞれ三施設と四施設からなる、外師と内師に枝分かれ下に下がた付属し、その外縁には、合毛が密生し、遊泳に適している。概要と、 うちようは存在しない。同種の中で生殖孔を持つものは生殖子扱いともされる。動部孔端の部分は肛門節と呼ばれ、終端は肛門と両腹足に1体のオさがある。2体の触覚、二差型付属し、サ、ノープリウス養成器などを有することから、ムカデエビは明らかに甲殻類である。ただし甲殻類では、動部が胸部や腹部など、 複数のが大切に分かれて部位ごとに異なった形態、機能を持つのが普通である。ところが、ムカデエビの胴部は胸部と腹部という機能的文化が見当たらず、甲角類として非常に得意である。このような動機的大切性は、むしろ大足類に似通っている。同子が大切の両側に備わるのも、付属子は多くが大切の下側に備わる。 甲殻類において、例外的である。また、どの原生接触動物も大切。他方、頭立て、背板、お砂の発達具合、二三型の第一触角、短い第二触角と二三型で、会場の同士、多数の大切など、複数の甲殻類の分類群に似通う特徴を合わせ持つところも見られる。ムカデエビの中枢神経系。PC、赤、前代の DC、 木、中大脳、オン、旧神経、TC、緑、五大脳、VNC、肺、腹神経作等胸部に備わる脳は、他の節足動物と同様に3つの脳神経節から、なるが、軟膏類と六脚類に劣らないほどの特殊化が、見られる。全部にあるはずの全大脳は上向きに180度ほど、曲がり返し、中大脳の後髪型に備わるようになる。目を描くことで、 視覚情報の入力はないためか、全大脳の中心体は相対的に小さい。第一触覚に、大王の中大脳は、旧神経が大きく発達して、前へ突き出し、脳の大部分を占める。頭部の神経節は一体節に一体ずつ、並んでいるという、節足動物として、典型的なはしご形神経系を持つが、その神経細胞の配置は六脚類に似通う。 派生的な形質が見られる。消化管は分岐を持ち、一体節に左右一体ずつ並んでいる。呼吸式素として六脚類に似か用ヘモシアニンを持つ。ムカデエビの第一小額と独占甲殻類として珍しく、ムカデエビは独占を持ち、それを持つことが最初に証明された甲殻類でもある。一体の独占は開口部の直前、すなわち、 第一小額の先端三節にあたる段で毒液を貯蔵できるような脳に変化し、その直後は細長い管で、頭部の前端数節まで伸ばした毒栓につなぐ。毒液から、プロテアーゼ、キチナーゼなどの分解酵素と多種類のペプチドが確認され、神経毒をも含むと考えられる。ムカデエビは、死有動態であり、死性生,生殖孔と有性生,生殖孔は、 それぞれ第7動節と第14動節の同種の原節に一体ずつ備える。ムカデエビの分布。カリブ海、カナリア諸島、西オーストラリアに生息する。アンキアライン洞窟と呼ばれる種類の海底洞窟に生息する。アンキアライン洞窟は、ムカデエビ類はこの薬草より下の海水中に見つかる。この環境は貧栄養で、また酸素も乏しいことが多い。 バハマ諸島の海水のみに満たされた洞窟に生息する種が例外的に一種だけ知られている。ムカゲエビ類はカリブ海、カナリア諸島、西オーストラリアの3カ所で分布が確認されている。このように遠く離れた複数の海域から見つかる傾向はアンキアライン洞窟に生息する他の分類群でも確認されており、その成立要因について生物地理学の議論が行われている。 ムカデエビが生息する三つの海域はいずれも中世代にはテチス海と呼ばれる一つの対応に含まれていた。そこでムカデエビ類はかつてテチス海に広く分布していたが大陸移動によってその分布が分断されたとするのが一つの仮説である。ただしムカデエビの分布域が全てかつてのテチス海に含まれるものの逆にテチス海に含まれていたにもかかわらず ムカデイビのいない場所もあり、この仮説ではこれらの地域ではかつて生息していたものの、絶滅したと考える必要がある。この他にもいくつかの仮説が提唱されている。ムカデイビの生息地である海底洞窟は人では到達しにくい場所であるため、その生態への調査は難しく、未だに不明点が多い。同士は常に前後方向で波打つような動きを続けており、 遊泳していない時もその動きが止まることはない。その姿は泳ぎ誤解やスカイフィッシュを彷彿とさせ、普段は裏返しと垂直の姿勢でゆったりと遊泳するが、捕食と回避の際には瞬発的に道具を湾曲して泳ぎ出せる。食性の全貌は解明されていないが、少なくとも捕食を行えることは明らかである。捕食の際に、 ハーク型の小顎と顎足で獲物をつかみ、第一小額から毒を分泌し、獲物を麻痺、体外消化できると推測されている。洞窟内の生態系における、頂点捕食者であると考えられており、飼育下での迅速な捕食行動を、洞窟内で、タイフラティアズ。しかし、前述の捕食行動は、偶発的で頻度は低いこと、海底洞窟では、 餌となる動物の個体数は若いこと、消化管は常に内容物に満たされることから、むしろ安定な食物源である水中のバクテリアや微粒子を取り込むろ過接触に多くを依存していると推定される。常に第二触覚を拍動し、特に垂直で遊泳する際に、小顎と顎子が不規則に動いており、これらはろ過接触に関わる行動ではないかと考えられる。また、 洞窟内で魚の意外を食べているという洞窟潜水から得た情報もある。卵は発見できず繁殖行動も観察されていないため詳細は不明。バッハまで採集されたノープリウス妖精のムカゲエビ類は頭部に同期的大切性を持つのが、これは典型的なはしご形神経系を持つことを含め、ターシ類のように節足動物の大切性として、 祖先的な特徴と考えられる。他方で、特殊化した小顎と顎足を持つこと、派生的なコール衣類である軟コール衣に二回用脳を持つことなど、むしろ派生的な特徴も併せ持つところも見られる。そのような形質を持つことから、ムカデエビ類の系統的位置づけは諸説に分かれていた。基盤的な甲殻類から分岐した原始的なグループ、甲殻類における派生的なグループ、 六脚類と大足類の共通祖先から分岐したグループなど形態学に基づいた見解が挙げられる。2000年代をはじめとして、六脚類は大足類とは桃園で、むしろ甲殻類と単系統群の半甲殻類をなし、側系統群の甲殻類から派生していることが分子系統解析で徐々に明らかになった。そこで多くの甲殻類の分類群と同様に、 ムカデエビ類の系統位置も大きく書き換えられた。中でも従来の推測を覆し、ムカデエビ類は六脚類に最も近縁な甲殻類という意外な系統関係が多くの解析結果に示唆される。他方、ムカデエビ類とカシラエビ類は姉妹群で消えび類をなし、もしくはそれ以外の甲殻類が六脚類の姉妹群になるというやや異なった解析結果もあるが、 いずれも後に否定的とされる向きがある。2019年現在に至って、ムカデエビ類と六脚類に関わる様々な系統仮説の中で両者が姉妹軍になる説が最も有力視される。この二軍からなる単系統軍はレイビール・カーリーダと名付けられた。この系統仮説を支持する可能性があるとされる両者の共有形質は、下唇のように機能する第二小学。 原神経作の原生種はすべてがムカデエビ目に含まれる。もう一つの目であるエナンチオポダには二種の化石種が分類されている。小額の内葉や爪など細部の構造が主な同定形質として重要視される。テスンソカースゴールディッチの化石。最初に発見されたムカデエビ類は1955年で記載される石炭機の化石種テスンソカースゴールディッチである。 しかし当初は、現記術に、頭部の付属詞で、甲殻類として判別できたが、それ以降の分類は、不確実で、エラーシ類もしくはカシラエビ類に近いと考えられた。後に、原生ムカデエビの一種スピーリアネクッツルコヨンシスが1979年で、バハマ諸島から発見され、この原生種は、他の甲殻類に分類できないほど、独自の特徴にあることから、 1981年で、この原生種を含んだ、甲殻類の新しい綱、レミペジアが創設された。その後は、他の原生種も徐々に記載され、そして1986年での再検証により、前述の化石種は、ムカデエビ類の構造にあることが分かり、ムカデエビ綱に分類されるようになった。化石記録は乏しく、2019年現在では、テスンスソコーディデイカに分類される。 石炭機の2種のみが記載されている。最初期に記載された、ムカデエビ類を含むが、本名がムカデエビズナに分類されるようになったのは1986年以降である。複眼があるとされる。すべての原生種を含む。一時期では、ゴジラか、ゴッドシリデイ、スペレオネクティスカスピーリアネクティデイ、マイケロパクティリデイの3加に分類されていたが、この分類は、 系統関係を適切に反映していない可能性が指摘され、その後も2013年の分子系統解析でこの分類の非単系統性が証明された。そこで従来のゴジラ化とスピーリアネクティデイ化から別系統の種を新設した都外へ再編成し、破棄されたモーロキデイ化も再び採用され、2017年では以下の8化からなる分類体系に至った。 2020年現在では13属29種が記載される。クリプトコリネティスカクリプトコリネティディカリブ海のバハマ諸島に生息する。本家に属するアンギラス属アンギラスは、怪獣映画ゴジラシリーズのアンギラスにちなんで名付けられた。本家の種はかつてスペレオネクティスカに分類された。2020年現在では3属6種が記載される。ゴジラか、 ゴッドシリデイ2020年現在では、カリブ海に分布する二族四種が記載される。模式産地が、タークスカイコス諸島であるゴッドシリアスロブストゥス以外は、すべて、バハマ諸島のみで確認されている。タイプ属であるゴッドシリアスが、ムカデエビ類としては巨大であることなどから、怪獣映画、ゴジラシリーズのゴジラにちなんで名付けられた。ゴッドシリアーグネマスはタイプ属名に、 伝説上の小人であるノームの名を組み合わせたものである。2020年現在では二族四種が記載される。クモンガ蛛画家、クモンギ議題2020年現在では、西オーストラリアに生息するクモンガ族の蜘蛛が X3 という一種のみが記載される。俗名は、ゴジラ族と同じく怪獣映画、ゴジラシリーズのクモン画にちなんで名付けられた。かつてスペレオネクティス科に分類された。 マイケロパクティリデイ2020現在では、カリブ海のタークスカイコス諸島に生息する、マイケロパクター族のマイケロパクターヤゲラエという一種のみが、記載される。モーロキデイ2020年現在では、カリブ海のバハマ諸島、ドミニカ共和国、キューバ、および、カナリア諸島のランサローテ島に生息するモーラキア、族の4種のみが記載される。俗名は、 ハーバート・ジョージ・ウェルズの SF 小説、タイム・マシンの暗黒に適応した種族モーロックに、ちなんで名付けられた。本家の種は一時期では、スペレオネクティスカに分類された。泳ぎモスラカ、プリオ・マースライディ2020年現在では、カリブ海のバハマ諸島に生息する、泳ぎモスラ族プリオ・マースラの2種のみが記載される。俗名は、ゴジラ族と、同じく怪獣映画のモスラに、 泳ぐことを意味するギリシャ語のプレオをつけたものである。本家の種はかつてゴジラ科に分類された。スペレオネクティスカスピーリアネクティリカガリブ海のバハマ諸島、タークスカイコス諸島、およびキューバに生息する。学名はギリシア語の洞窟と英社の合成である。いくつかの原生、ムカデエビ類はかつてこのトガのタイプ属スピーリアネクツに分類された。 2020年現在では2属7種が記載される。ザボールビンイレイ2020年現在では、カリブ海のユカタン半島に生息するザブルブニス属の4種のみが記載される。本家の種はかつてスペレオネクティスカに分類された。オーストラリア、バハマ諸島、ユカタン半島では、ムカデエビ類の保全活動が行われている。ダイバーの古機が洞窟水に溶け込み、 溶存酸素量を増やして生態系に影響する恐れがあるため洞窟潜水の際には閉鎖式リブリーザーを使うことが求められる。ありがとうございます。